はい、マガリオです。こんばんは。てかまあ、朝見てくれてる人、おはようございます。昼間見てくれてる人は、こんにちはってことなんですが、いやー、もう今日もですね、まあ、ちょこっちょ話が2点3点していくと思うんですが、まあ、名古屋ね、占いの館っていう、ぶわーっと、昔のグランドが2人いるんですよ。お前今何、占い師やって。恋愛、不倫、仕事、復縁。お店でじっくり対面鑑定20分2000円、自宅でゆっくり電話鑑定1分210円。20分だったらね、いくらになるのこれ。4200円?お店でじっくり対面鑑定の方が安いんじゃんって感じなんですけど、びっくりしましたね。うん、だけどさ、動画見てもさ、営業妨害じゃないですよ。写真見てて、俺より恋愛も、仕事も復縁も不倫もいろんな経験があるやつ絶対誰もいないと思うんだけど、こいつに相談するんだったら俺に相談した方が絶対いいと思うんですけど、営業妨害じゃんって話ですよね。つうか、まあ、びっくりしましたね。マジかみたいな、そんな話はさておき、こういうの大好きですもん僕。プロが愛用するペンとノートと文房具、まあ、僕文房具大好きなんですけどね。取材対象者、作家、銀行員、精神科医、精神科医、客室乗務員とか料理研究家とかビジネス講師とかコーヒーハントとか、これなんで俺に取材が来ないのか分かんないんですけど、僕文房具大好き で、ちなみに文房具ってよくその男の人、僕スーツ着てないじゃないですか、よくその靴を見るとかさ、爪とか、まあいろんなこと言われるわけなんですけど、文房具見てる人って実はいて、僕はあの筆記用具って 大切な商談の時って結構モンブランを使ってるんですよね。昔親父が一番初めて大学行く時にモンブランのボールペンをくれたことがあって、ボールペンとシャーペンのセットを、でそこからなんかモンブランずっと結構使ってるんですけど、あるお客さんが僕の筆記具を見て、マリオさん、こんな適当な格好してきてですよ、こんなさ、ちなみにさ、ちょっと撮っていいこれ、もうこんなのはめてるやつ今の世の中にいないじゃん。けどこれね、首温めてるとね、本当に風邪ひかないよ、本当にいいよ。名古屋でこれつけてんの俺ぐらいじゃないかと思うんですけど、マスラ置いといて、その僕が使ってる筆記具を見て500万投資してくれた人がいるんですよ。びっくりすんね、人って何を見てどこを見てるのか分かんないんですけどね。ちなみにその僕の商談セットって言って今見せる、今見せればよかったよね、ごめんごめん、ちょっと言います、近くにいないから持ってこれないんだけど、僕はあのルイ・ヴィトンの10万ぐらいする A4 の、ミーティングができる革のね、 A4 のそのリフィルが入り込むっていう、それなかなかさ売ってないんだけど、最近プラスチックなんていうの、簡単な、今日も下々して文房具のおろしに行ったら置いてあったんだけど、僕大切な商談の時ってモンブランとそのルイ・ヴィトンの10万円のそれと持っていくんですよね。でこの効果ってでかくて、やっぱ人ってね、持ち物や味覚に騙されるんだなっていう、こんな適当な格好してても、なんか僕決定的な瞬間で出すものって決まってるんですよね。例えば本当にやらしいんですけど、ブラックカードとか。なんか普通今のね、なんかやらしいルイ・ヴィトンのさ、そんな栄養のさ、ちょっと持ってくるっていうか、ちょっといい、ここはしばらくなんだっけ、放送事故みたいになってても、まあ、それはまたの機会にしようっていうか、ポイントポイントでやっぱりね、あるなって。よく時計とかね見てる人いるっていうんですけど、仕事しててさ、パソコンの仕事しててさ、入力しててさ、時計って邪魔じゃない？俺時計してるやつ、なんかいい時計とかも、ひがみでも何でもないんだけど、僕時計しないからあれなんだけど、時計とかなんかそのいろいろブレスレットとかしてるやつ見ると、こいつあんま仕事できないんじゃないのってぶっちゃけ思ってて、だって邪魔だもんね、パソコン傷つくし、そんなことない。で、まあ、人それぞれまあこだわりっていろいろあると思うんですよ、ネクタイだとかスーツだとか、まあいいんですけど、でも意外とね、みんななんか全て揃える必要ないと思うんですけど、何か決定的瞬間の一点って本当にあるなと思ってて、まあ、そのためにね、13万円とか払ってブラックカード維持したりとかしてるんですよ。ダイナースが13万円で、アメックス35万円なんですけど、僕アメックスはプラチナしか持ってないんで、アメックスも13万円払ってるんですけど、超やらしいよね。そんなさ、
本当にキャバクラに昔は行ったらモテたんだけど、今キャバクラに行ってもね、全然モテないというか、もう本当更新するのやめようかなっていうか、別にアメックス緑のカードでいいんじゃないかなと本当に思うぐらいですね。まあ、でおまけにさ、ちょっとこれ本当クレームなんですけど、ダイナスのカードってあのね、去年ぐらいから結局ダイナス事業売却して三井住友になったんかな、ちょっと違ってたらごめんなさいね。で磁気カードが反応しなくて、肝心のお店で決済するときに決済できませんみたいな、ちょっとこれ電話しようかなと思ってるんですけどね、そんな格好悪いことが 2,3 回続いてどうなんだって感じなんですけど、まあそれはさておき、あのなんかプロが愛用するなんとかなんとかって、まあ、文房具ってね、まあ、マニアだとかオタクがいて一定数必ず売れるんですよ。いろんな雑誌も必ず、ね、年に1回とか 2回この文房具特集ってやるんですけど、やっぱある一定数いるんですよね。なんか僕みたいなアホって言ったら、これ他の人はアホじゃないですよ、僕がアホなだけでっているんですけど、こういう何か強いテーマを知ってる持ってるって本当に大きいと思っていて、だからこの方って一定数必ず売れます。普段グッドプレイスなんか読んでなくても文房具特集したら買うっていう人がやっぱ必ずいるわけですよね。こういう強いテーマをどれだけ持てるのかっていう、でうちで言うと企業家支援ワンデー集中スクールなんかまさにそうなんですよ。もう 6,7 年やってますけど、 LP は途中で1回買いましたけど、やっぱりなんか定番なんですよね。なんかだから皆さんの商品サービスの中でも絶対これっていう何か定番があると強いなと思うんですが、ちょっとこれすごい楽しみ本当に。うん、僕はあの経営者だったりね、ある一定の職級の人たちがバッグの中に何を入れてるのかってすごい気になるんですよね。だからそういう特集だけしている本だったりなんかインタビューとか動画で送れたらいいなとかずっと思ってて、で最近さ、金婚の西野さんがクラファンで日本で一番クラウドファンディング活用してるのもチーズたち成功してるし、印書店っていうのをスタートするの知ってる？だけどそれさ、俺さ昔の動画見てもらったら分かるけど、それ話してんのよ、俺がやらない俺が悪いんだけど、てかまあ彼がやるから成功するんだけど、でもあのお客さんにも言われたらね、マグリオさんが読んでる本が欲しいんですって、どこにチェックしたり折ったりだとか、僕が読んだ本っていつも折ったりペンで線引いたりだとか、だから売れないって話をずっと過去の動画でもしてると思うんですけど、すげえ価値があると思うんですよ。新しいものの見方はギフト、その人がどこにチェックや印をしてるのか、ブックオフだったらアマゾンとかだったらさ、線が張ったりだとか折り目がついてるってのは安くなっちゃうじゃん。で西野さんはそれは価値があるんだって言ってて、そんなの当たり前だよね。であのまあ、そこのその信用によって成り立つみたいな、今クラファンとかでもあっという間にね、達成して本当にうまいなと思うんですけどね。西野さんのクラファンのうまさって何かっていうと、リターンの設定のうまさです。クラファンが成功するかしないかってリターンにあって、だいたいうまくいかないクラウドファンディングってリターンの設定の仕方本当にたくさんなんですよ。でクラウドファンディングで儲けようと思っちゃダメですよ。あのクラウドファンディングって僕3歩先の法則って話をしてるんですけど、1歩目なんですね。1歩目って利益出したら絶対ダメで赤字でいいんです。リターンを赤字になるぐらい返さなきゃいけないんです。その代わりあの本当にたくさんの人を集めなきゃいけなくて、もちろんサクセスしなきゃ意味ないですよ。だから僕クラウドファンディング教えてますし、クラウドファンディングのプロデューサー養成もやってますけど、なんかね、すっごい残念なのは、リターンの設定が下手なのにクラウドファンディング始めて全然うまくいってないというケースがすごいいっぱいあって、それすげえもったいないなと正直思ってるんですけど、クラウドファンディングリターン次第です。まあはっきり言ってリターンが全てです。でクラウドファンディングを仕掛けるんだったら、あの赤字にしてください。これは赤字になるんです。手数料も取られるし、あのもうちょっと返すリターンが、で西野さんが本当にうまいのは、西野さんも言ってますよ、全然儲かってないんだって、どんだけ何千万集めたってって、本を送ったり郵送代を送ったりって、いやそれはその通りなんですけど、ただ最近の印書店のリターンがなんか見てると本当にうまいなと思うんですけどね。まあ学習してるなって上から目線で本当にごめんなさい。だけどなんかそのゲームをするんだったら勝ち方っていうのが常にあって、クラウドファンディングっていうゲームをするんだったら勝ち方があるんですよね。だからリターン設定が下手なところはみんな失敗してますよね。
まあ、そんな話はさておき、で今日コンビニに行って、あの普段そんな僕水しか買わないんですけど、お茶とかあんまり飲まないんですけど、これ買ったんですよ。なんでかって言ったらこれがついてたからです。唯一そのペットボトルのコーナーにこれがついていて、これで、まあ、いろんなうんちくが書かれてるんですけど、わざわざさこれ1個つけるだけでもさお金かかるわけですよ。これがあるのとこれがないのって、だって皆さん明日あのコンビニに行ったら見てくださいよ。なんかこんな余計なのついてるペットボトルなんかないですから、余計な費用がかかってる、コストがかかってても、僕みたいにこれがかかってるから買うってお客さんがいるわけですよね。アイキャッチこれなんだって、これ読んでうわすげえこだわりなんだと思って買う人がいるわけですよね。こいつにかかったコストなんて簡単に回収できちゃうわけですよ。だからあのビレッジヴァンガードって POP で売ったお店ありますよね。何かしら同じライバルペットボトルのコンビニのあの冷蔵庫のね棚がある中で、たった1点こいつがあるだけで違いが出るわけですよね。だからそんなことすごい考えてほしいなと思っていて、この話していい、これもさ誰に頼むのかって、すげえ適当な源氏なんていうか名前つけてるんですよ。はあみたいな。占い師ってなんかそういう名前つけたらいいと思ってるかもしれないんですけど、そのしかも写真もで、その服装も格好もそうなんですけど、俺誰も頼みませんね。でこれ広告変えたらもっと全然売り上げ変わると思うんですけど、なんかすげえもったいないなと思って、実言うとこれずっと使い回してるんですよ、この会社で。ある一定の売り上げが立ってるから使い回してると思うんですよね。印刷としてポスティングの費用まで払ってて、だけどこの売り上げを倍にしたりだとかすることって全然簡単で、何をすればいいのかって言ったら写真を変えることだけなんですね。すげえもったいないなと思うんですけど、まあいくつもねいろんなところに支店があって、まあ、大きな会社さんなんで、まあ何かですね勝ちのルールっていうのはあると思うんですけど、こんなんで勝てるんだったら俺占いの方やろっかなって本当思いますからね。はい、別に欲求不満だったりイライラしたりは別に全く何もしてないんですけど、で何を話そうと思ったんだけど、なんかすげえ大事なこと話そうと思ったんですけど、まあいいか、まあここまでさ12分32秒ですけど、まあ見てるやつも数人しかいないし、あの動画ってさどれくらい見られてるのかって、まあ初めの1分2分が肝で、全部見てくれてる人っていうのは本当少ないんですよね。で僕の動画って視聴者数も少ないし、あの比較的マニアックなオタクな人たちしか見てくれてないと思いますので本当失礼だなと思う、すいません、ありがとうございます。だけど何かあの今日ここまで付き合ってくれたんだったら、何か一つぐらい自分のビジネスに活かせるっていうか応用できるっていうか、アイデアの定義で、あ、なんか曲がりようがこんなこと言ってたな、これってなんか自分のビジネスに活かせないかなって思ってほしいんですよね。時間って命の投資じゃないですか。わざわざさいろんな YouTube 動画なんか腐ることある中で、もっと有意義なメジャーな人たちも動画やってたりだとかいろいろしてるし、テレビや雑誌やその時間何に使うのかっていっぱいある中でね、僕の動画を13分37秒とか8秒ここまで見てくれてるっていうんだったら、なんか生かしてこの時間の投資に対してのリターンを得てほしいななんてやっぱり思うんですよね。はい、ってな感じで、何も役に立てなかったら本当にすいません。ここまで時間を投資していただいたのが申し訳ないんですがはい、確信の話しようか数日前に先月上場した企業の会社の経営者様と2人だけでお茶をする機会というのをもらったんですよね。もらったというか、一緒にねビジネスしようっていうふうに提案いただいて、本当ありえないぐらいの条件でビジネススタートさせてもらうんですよね。でそんな中で、講演会とかはありますよ。上場企業の社長だったりだとか懇親会で話させてもらったりっていうのはあるんですけど、
もうマンツーマンでさ、しかもだから僕とその社長、上場した社長と2人だけでお茶をする機会なんか初めてだったんですよ。なんでなんか僕ずうずうしいんでいろんなこと聞いちゃったんですよ。上場、なぜ上場を目指したのかとか、なんか上場して変わったこととか、上場して得られたこととか、まあ、いろんなこと聞きながらで、本当にその社長ってものすごいそのあり方や人格が素晴らしくて、僕、お会いするのが 3,4 回目なんですけど、もう本当にね、この会社の社員だったら本当幸せなんだろうなと、この会社の取引先だったら本当幸せなんだろうなと、それは上場するわなって、上場企業の経営者がみんな素晴らしいかとか、そんなこと全然ないですよ。特に IT 系とちょっと具体的に言っちゃいけないですけど、タイミングの波に乗って上場した経営者とか見てると立派ですごいけど、クエスチョンって人もいますけど、その社長本当にすごくて、改めて僕内的価値の6段階って教えてるじゃないですか、情熱才の知識経験スキル資格人脈人格目的っていう5番目の人格って本当大事だなって、これ過去の動画見てもらえば分かるんですけど、でもあり方ってこの自分の価値のやっぱり土台にあるなって、今日もさっきお客さんのお店で仕事終わった後にちょっと飲みに行ってて、たまたまその隣にいた方が標準の顔が笑ってるの、わかります？僕は女の子モデルだとかコンパニオンとか MC の派遣会社やってたじゃないですか。面接するときに何を見てるかって、口角が上がってるか上がってないか、その一点だけしか見てないんですよ。もちろんバランスってあるんですけどね、どんだけ綺麗でも口角が下がってるやつはもうみんな外してたんですけど、僕が女の子の顔を見て口角が上がってるのか上がってないのかそこしか見てないんですけど、なんでかっていうと、意識して作る顔っていうのは誰でも綺麗でいいんだけど、必ず素になる時ってあるんですよね、一瞬。その時に標準で口角が上がってんのか下がってんのかって、たった本当の一瞬なんですけど、その一瞬が天国と地獄、聖書を分けるんですよね。で、たまたま隣に座ってた方、先生先生って呼ばれてたの、何の先生か知らないんですけど、僕よりも福岡の方なんですけどね、僕よりも先輩だと思うんですけど、一人で飲んでて、僕も一人だったんですけど、話すること結局一言、声交わすこと一言もなかったんですけど、ふって見るとずっと笑ってんの、標準の顔が。ちょっとごめんね、不自然で、俺標準の顔笑ってないから。今何分なの？17分。ありえねえ、誰も見てねえとか、一人か二人しか見ない。まあ山本くんか熊本か、まあなんか熊沢か、なんかまあまあ熊さん見てないかもしれないな、もう俺の動画。ちょ、見てたらお前電話しろよ、ちょっと相談があるんだよ、真剣な、マジで。で、まあそれはいいんですけど、なんかね、さっき僕がその文房具で大事な商談の時に持ってる文房具で500万投資してもらったことがあるって言ったじゃないですか。人ってね、何をどこ見てるかわからないんですけど、持ち物や身につけてるものだけじゃなくて、さっき言った表情だったりね、どこでどう反応するか分かんないですけども、その社長本当に方が素晴らしくて、でその社長といろいろ話をしてる中で、本当に何でもそのまま教えてくれんの。そんなのさ、悪用されたり利用されたらどうするのって思うんだけど、だってそんなこと気にしないぐらい大きいんだろうね。でその話を聞いてて思ったのは、やっぱりね、知らない世界っていうかさ、たくさんある。僕たちの当たり前が当たり前じゃなくて、ただ僕が考えている枠や上限、例えば使えるお金だったりね、これだったらこれぐらいの金額なんだろうなと思ってるものが全然壊れてて、もっと大きい人たちがたくさんいて、ここで悩んでるのがバカバカしいっていう、こんなのを本当に覆い尽くしちゃうぐらいな、全く大したことがないんだって、やっぱ人たちもいるわけですよね。その立場や環境、状況が違ったら、同じことに対しての物の見方も全く違うわけですよ。もっとストレートに言うと、1万円の価値って全く違うんです。1000万、1億、10億、100億持ってる人との1万円と、いやもう明日の支払いもどうしようとか、今財布に数百円しかないんだよなと思ってる人の1万円って価値が違うじゃないですか。わかります？例えば今僕の動画を見てくれてるあなたが、3億円の物件って明日買えますかって言ったら、まあ買えるか、買えねえだろ俺も買えないんだよ買えないんだけど、
僕たちの300万ぐらいの感覚が3億の人もいるわけなんですよ。分かりやすく言うと車1台買うぐらいの、ね、金額でビル1棟買うぐらいの人たちもいるわけですよ。だからそのステージが違うと全然物の見方が違って、だからこそね、何が言いたいかというと、僕たちがダメだってことを言いたいわけじゃなくて、僕たちにはどんだけでもいろんなチャンスや機会があるんだってことなんです。僕もその社長から本当にね、数えられないぐらいのオファー提案をもらったの。これマジって、しかもその一個一個の提案が本当に通常のその取引ではありえない、今回ね、あと一緒に始めさせていただくプロジェクトも本当にありえない条件なんですよ。僕24年間経営者やってるっていうか、ビジネスを始めたの小学生、まあ、中学生時ぐらいからですね、輸入ビジネスとかやらさせてもらってたんで、数百万単位のお金、もっと言うと数千万単位のお金って中学校の時から動かしていてとか、その現場に携わさせてもらってたんで、まあ30年ぐらいいろんな現場にいますけど、そんな提案だったりそんな風に思ってくれる経営者の方っていたんだって本当に初めて思うぐらい44にして、だからまだまだね、20分経ってるよ、どうもすいません、この動画上げようかな、ちょっとやめようかな、クローズにしようか悩むところなんですけど、本当に僕たちが知らない、 見えてない、当然ね、できてない、でもそんなことを包んでくれる強烈なレバレッジっていますんで、メンターとか師匠だとかそんなんじゃないですよ、そんな言葉単語では表せられないぐらいな、本当にあえて言うなら先輩、先輩、経営者の先輩、人生の先輩、っていう、いやびっくりしたね、っていう感じで終わろう、もういい加減終わるわ、どうもすいませんこんだけ引っ張って。で、もしさ、この最後まで動画を見たくれた人がいるっていうんだったら、メールか電話して、ちょっと僕さ、プレゼントしたい本があるんだよ。この本なんだけど、いやらしいな。いや、この動画最後まで見ましたと、本くれと。でもっと言うと、この動画から知ったことや学んだことや気づいたことや自分のビジネスに取り入れようと思ったことや、まあ、僕がいつもね、何かに時間の投資をしたら必ずやってくれって言ったらアウトプット、今言ったことですよね。でそれを踏まえて今日からね、行動しようと思ったことみたいなことを、まあ、メールだったり電話だったりと教えてくれたら、ちょっとこの本あげたいなと思うんですよ。でこの本だけじゃなくて、このシリーズ、3冊あるんですけど、3冊ともあげたいなと思ってるんですけど、ちょっと連絡してください。22分、まあ、23分投資してくれたらちょっとお礼をしたいなと。でお花見しよう、ここまで僕の動画を見てくれたら名古屋に来て名古屋に来てっていうか、俺行くわ、あなたが住んでるところにその代わり2人でお花見寂しいから、俺とあなた、だもしあなたが男だったら女の子2人、あなたが女の子だったら、まあいいや、マンツーマンで行くわ。もう47都道府県俺全部回ってるし、もうどこでも行くわ。海外はねちょっとやめてね、俺パスポート切れてるから行く、お花見でちょっといろんな話をしよう、ってな感じで、その時本あげれば持っていくわまあ、はい、まあどうでもいいんだけどさまあどうでもいいっていうのは、本当は名古屋に来てほしいんだけど、まあ僕が行ってもいいっていうことなんですけど行く行く行く、っていう感じで、ちょっとやり取りしようね、双方向のね。はい、いつもありがとうございます。それではまた